それでは皆様こんにちは。カメラのなにわ京都店の山瀬でございます。本日はですね、ニコン Z50 を使いまして、Wi-Fi の接続方法ということでご案内をさせていただきます。それでは早速進めてまいりましょう。まずはカメラではございませんで、スマートフォンをご用意いただく形になりますので、よろしくお願いいたします。そちらの、まずご案内の方をさせていただきます。今回はですね、iPhone を例にしておりますけれども、こちらを Android をご使用の方の場合、Google のストアの方に繋いでいただいたりとかという形になりますけれども、特にそういった本当に細かい部分だけでございますので、大まかな流れとしましては、そんなに大きな違いはございませんので、そうしましたらですね、こちら、iPhone でございます。まず皆様同じ App Store の方に、まずアクセスをしていただきまして、こちらから、Snap Bridge の、まずアプリケーションをダウンロードしていただきます。アプリケーションをダウンロードしていただきましたら、こちらですね、すぐに、開くという形で押していただくことができますので、このままアプリケーションを開いていきましょう。開きました。それでは、続きまして、こちらスナップブリッジで、順番に、初期設定のようなものを順番に進めていただくんですが、特にその難しいことはございませんので、画面の指示通りに進めていただければ結構かと思います。で、スナップブリッジへようこそという画面から、今度はカメラを接続するというところから、入っていってますので、こちらをもしタップを押していただきますとですね、これはもうそのままで大丈夫です。はい、では続きまして、もちろんスキップしていただいても構いませんので、あたりは特に難しい操作は結構でございます。するカメラを選んでくださいという形で出てまいりますので、デジタル一眼カメラもしくはミラーレスカメラというふうな画面が出てまいります。こちらミラーレスカメラをまず、今回は Z50 を使ってございますので、ミラーレスカメラを選びます。ミラーレスカメラにお願いします。で、ここで、Wi-Fi と Bluetooth 出てまいりますので、今回は Wi-Fi 接続を、選びますので、Wi-Fi 接続に、をタップしていただきます。そうしますとですね、セットアップメニューから、Wi-Fi 接続を選んでくださいというふうな表示が出ます。ここまで済みましたら、今度はカメラになります。はい、それではカメラの方でございます。まずメニュー画面のボタンを押します。メニューのボタンを押していただきますと、このような画面が出てまいります。はい、で、続きましてですね、こちらの、大項目の中で、スパナのマークがございますけれども、こちら。セットアップメニューですね。こちらのセットアップメニューから、今度は右のボタンを押していただきまして、細かい項目に入ってください。入っていただきますと、この中にいくつか、また今度は項目がございますけれども、この中にですね、スマートフォンと接続という項目がございますので、こちらを真ん中のボタンを押していただきまして、決定します。そうしましたら、こちら、そのさらに下ですね、Wi-Fi 接続というボタンがございますので、こちらを押していただきましたら、今度はこのような画面になります。Wi-Fi 接続の開始、設定というボタンが出てまいりますので、今度はこれ、開始を押していただきます。そうしますと、ちょっとお時間いただきますね。確認いたします。そうしましたら、開始しましたという表示が出ました。この後、パスワードと ID、SSID というのが出てまいりますので、こちらをですね、この画面、番号とパスワードを確認しまして、スナップブリッジの先ほどの、スマートフォンの方に入力をいたします。はい。それでは続いて、先ほどの続きになりますね。SSID とパスワード、こちらを入力してまいります。iPhone の方ですね。こちら画面の方は先ほどのままで止まってますので、次へというボタンを押していただきますと、今度は、Wi-Fi 設定、を先に聞いてきますので、こちら OS の設定を入っていただきます。はい。そうしますと、Wi-Fi、接続。というところ、Wi-Fi の接続ですね。こちらのメニュー画面の中に、先ほど選ぼうとしておりました、Z50 ですね。こちらが出てまいります。この一番下の部分ですね。こちらを選んでいただきまして、先ほどのパスワードを入力をいたします。ちょっと長いかもしれませんが、ニコン Z50 というふうに入れていきます。アンダーバーですね。これ間違えてましたでしょう。はい。ではこれで接続が始まります。少々。お時間がかかります。はい。では、チェックマークが入りました。こちらで、カメラとの接続が完了でございます。では、改めまして、スナップブリッジに戻りましょう。設定はこれで OK になりましたので、自動的に、スナップブリッジの方は、Wi-Fi 接続が完了の画面がこれで出てまいります。はい。これで、OK という形になりますので、通信の方は許可いただきまして、例えば、使い方はいろいろございますけれども、これで画像の取り込み等ができるようになります。それではちょっと一枚やってみましょうか。残念ながらですね、被写体がおりませんので、ちょっと私撮らせていただきます。
自撮りということ。大変申し訳ございません。こちら。で、1枚シャッターを切りました。はい。で、こちらを、スマートフォンの方に、送信をさせていただきたいと思います。はい。で、スマートフォン、iPhone の方ですね、画像取り込みされる場合、今シャッターを切らせていただきましたお写真をこちらに移し替える場合、画像取り込みというボタンをタップしていただきますと、はい、このように画像が出てまいります。で、最終的にはこの取り込みというボタンを押していただきまして、例えば、スマートフォンから、すぐにですね、LINE とかを送信される場合でしたら、この2メガサイズ。もしくは、オリジナルのこの大きい画像のままであれば、オリジナルファイルというふうにしていただければ結構かと思います。今回はですね、小さいサイズで取り込みたいと思いますので、2メガサイズで取り込みます。はい、そうすると、今、音にさせていただきました、この写真がですね、無事にスマートフォンに入ったと、こういう形になります。はい、というわけで、Z50 の画像転送が無事に終了いたしました。このようにですね、一度だけですね、設定の方をしておきますと、後で旅先なんかで、画像をすぐに LINE で送りたいとか、SNS に上げたいとかいう形で、もし思ったならば、すぐに、Wi-Fi の方で繋いでいただいて、画像の方を送っていただくことができますので、ぜひご活用いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、大変短い動画ではございましたけれども、Wi-Fi の接続方法、ニコン Z50 編でございました。ぜひご参考になさってください。ぜひ、あとは YouTube のチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。はい、では本日のご相手は、カメラの庭京都店山瀬でございました。どうもありがとうございました。